アエ4-61801号機、客車列車を、牽引、1941年製造中のアエ4-6系、主電動機は、車体内に、同軸一軸あたり2機装備される、バーデンの BBC 工場内、1942年、アエ4-6系の形式図スイス国鉄アエ4-6系電気機関車は、スイスのスイス連邦鉄道のゴッタルド線で使用された。 本線用ユニバーサル駆動式電気機関車である。ゴッタルド峠の下を通るゴッタルド鉄道トンネルを、要するスイス国鉄のアルプスコエルートの一つである。ゴッタルドルートでは、1920から30年代には、ロッド式の BE4、6系、クロコダイルと呼ばれる、スコッチオーク式のチェロク、8-2型および斜めロッドドライブ式のチェロク、8-3型、ブーフリ式の I4。 7型バウアート2が主力として使用され、重量列車については10連で牽引していた。これらの機関車のいずれも10連総括制御機能を持たなかったため、運用コストがかかっていたほか、ゴッタルド線専用機は例えばチェロク、82型は最高速度が時速 65km で26パーミルで430トンを牽引可能ではあるが、その際の速度が 時速 35km であるなど速度性能に問題があり、本来平坦専用機である I4、7型は26パーミルでの牽引トン数が320トンと牽引力が不足しているなど十分な性能の機関車が望まれる状況となっていた。また、重量列車牽引用に2両 A 級連結で26パーミルの勾配区間で770トンの列車を牽引可能な I8、 14型が導入されたが、逆にこちらも運用上の問題から1931から39年に3両が製造されただけであった。一方、もう一つの主要なアルプスコエルートで、レッチュベルクトンネルとシンプロントンネルを経由するシンプロンルートでは、ベルン・レッチュベルクシンプロン鉄道の所有するクイル式で、車軸配置、最高速度時速 90km の A6。 8型が27パーミルで600トンを時速62キロメートルで牽引しており、速度性能、牽引力ともに十分な性能を発揮していたため、スイス国鉄でも同期を借り入れてゴッタルドルートで運用してその性能を確認していた。そのような状況のもと、スイス国鉄では2車体連結の高出力機であるあえ、8、14型を1、 2の1車体の通常の機関車とする代わりに、10連総括制御装置を搭載した機関車を導入することとなり、i4、6型として1801から1812号機の12両が製造されたものが本機である。本機は i8、14型11852号機をベースとした、1時間定格出力 4200kW、牽引力 172kN で、 26パーミルで10連で770トンを牽引可能な SLM ユニバーサルドライブのゴッタルド線専用機であり、電気品の製造を BBC、魔法、サスが、車体、機械部分、台車、駆動装置を SLM が担当して1941から45年に製造されている。なお、各製造ロットごとの基板と製造年、SLM 成板、 機械品、電気品製造メーカーは、下記の通りである。ユニバーサルドライブの模式図本機が使用された、ゴッタルドルートの路線図オランダの博物館で、保存されている NS1000 型115機。ありがとうございます。